はい、どうも皆様こんにちは。プロボーラーの斉藤です。今日もですね、私が怪我をして投稿できなかった新作のボールを紹介していきたいと思います。今日はですね、スコーピオンハイブリッド、それからアーチタイプハイブリッド、この2球を使って、投球していきたいと思いますので、本日の最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それではまず、こちらのアーチタイプハイブリッドから投球していきたいと思います。さあ、いきます。結構奥が柔らかめの動きでしたね。比較的ゆったりめに、まあ、動くといったような感じでした。もう一球ちょっと投げていきたいと思います。うん、ちょっと転がしに行ったんですけども、しっかり曲がってきてくれたので、今の感じで、まあ、少し膨らまして、まあ、転がしながら出していきたいと思います。で、もう一球いきますね。出すぎだな。はい。でも平気でしたね。ちょっと出そうなんて出すぎちゃいましたけど、まあ先、緩いとはいえど全然終わらなかったですね。まあ、よかったかな。もう一球言いましょうか。これはいい。素晴らしい。完璧な一投でしたね。はい。アーチタイプはこんな感じの動きでございます。あ、続いてね、スコーピオンいきます。同じ場所で投球していきます。スコーピオンの方がすごい手前の走り感は強く感じますね。で、思ったより先しっかり向いてきたなっていう、そんな感じの動きですね。ちょっともう一球ちょっと行きたいと思います。そうですね、しっかりギューンと、奥まで走ってくれたという感じですね。めちゃくちゃいいですね。さあ、スコーピオン、もう一球ちょっと投げてみますか。さあ、しっかり外目に向けていきます。外に膨らんでもね、めちゃめちゃいい動きでしたね。はい、ということでね、お互いに中を次ね、使ってみたいと思います。さあ、先ほどの立ち位置より2枚中に寄って、アーチタイプいきます。そう。やはりね、今の感じがね、ちょっと僕の中では、先がちょっと足りてなかったかなと。いうふうに感じるので、先ほど同様、少し転がしていきたいかなと思います。しっかりと転がして、曲がってくるようにいきます。うん。いいですね。転がり感もいいので、結構やっぱり、シャッと投げるよりは、しっかりコロコロ転がしていくイメージがなかなかいいかもしれないですね。さあ、もう一球いきましょう。しっかりと転がすイメージでいきます。いやー、収まりもいい。これはいいぞ。はい。さあ、どんどん中に寄って、まあ、お色使いに行ってみましょうか。まあね、しっかり転がしてるんで、まあいいかなとは思うんですけど、もう2枚、取っていきます。はい。片
全く問題ないですね。よっしゃ、さあもう2枚やります。うん、なかなかオイルに対しても強いんですが、決してねドライゾーンで暴れないような動きになってますね。これはいいんじゃない。いや素晴らしいですね。かなり万能じゃないですかね。まあね、先もねきっちりね動きつつ全然滑ってない感じがあるんでね、もう2枚やっていきますよ。あ、やばい、いいですね。はい、いやーかなりこう寄ってもしっかりと転がす感じで投げていけば全然オイルに負けないって感じですね。では続いてスコーピオンいきます。あ、スコーピオンの方が手前のね走りが強いな。やはりこう落ちた瞬間の加速感がいいというか、なんかビュンビュンと走ってる感じがしますね。じゃあもう2枚寄ります。逆にこのスコーピオンだと中寄りすぎると行きすぎる感じがしますね。あ、はい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 、今結構危なかったと思うんですよ。やはりアーチタイプの方が手前のキャッチ感だったり強いんかなって感じはしますね。はい、スコーピオンハイブリッドはね結構収まりもいいんで、もう2枚寄ります。うん、やっぱりこうアーチタイプよりもちょっとオイルに弱いのかなって感じがあるんで、今みたいに中寄りすぎた時は結構やっぱりオイル使いすぎかなっていうアクションにはなってますね。じゃあ続いてね外いきます。じゃあアーチタイプからいきましょう。うん、走りすぎですかね。まあでも思ったよりいい動きしたかなと。なんか僕のイメージはねこのまま走り抜けていっちゃおうかなと思ったんですけど、やっぱキャッチ力強いですよね。もう2枚ぐらい外寄れるかなと思うんで、いきます。ああ、なるほどね。はい、これね、手前のキャッチ感強いボールってやっぱりこう行ってくれるんだけども、やっぱ先のボールがちょっと足りなく なっちゃうんで、やっぱ中のオイル使っていきたいなって感じにはなりますね。ちょっと今のところで先を向くようなイメージでちょっと出します。なるほど、これはいいですね。何でもこう合いそうですね。柔軟に対応してくれてますねアーチタイプ。ではスコーピオン、スコーピオンだとどうかな、いきます。はいはいはい、まだまだ十分に走ってますね。青色しっかり感じれてるんで、まあ、スコーピオンの場合は逆にこれぐらい外投げといた方が合いそうですね。で2枚外寄っていきます。あー、まさかの外に、まあ、ちょっと出すつもりなかったんですけど出ていっちゃって、ちょっと弱かったかな今のは。はい、もう一回行きましょうか。さあ、OK、 これ
これぐらい強いアクション出るかなっていう感じのボールなんで、もう2枚ぐらいなんかスコーピオンはね外寄れそうな気がするんで寄っちゃいます。いきますよ。OK。 いや非常にね強いアクションしてくれました。はい、ということで今回スコーピオンとアーチタイプ、2つを投球してみたんですが、いや非常にね両方とも結構動きの安定感はあって、その中でもスコーピオンの方がやはりね走り感があるかなと思うんで、まあオイルをねそんなに使いすぎない方がいいのかなという感じがスコーピオンの中ではありました。やはりオイル使えば使うほどちょっとやっぱりキャッチ力が足りないという感じなんで、まあ逆に外へ来た時は非常に良かったかなと思うんで、まあスコーピオンそんなに寄らなくても平気かなと、薄いオイルでも十分感じてくれるので、逆にアーチタイプはね、全然中のオイルしっかり使っていっても、アクション全然衰えず出るので、まあ非常にオイルに強いボールかなと。まあ前作はねかなりオイルに強いソリッドだったんで、今作もねそれが引き継がれてるんですが、先の動きは思ったよりは来たかなと。前作のソリッド結構良かったんですけど、今回はまあ前作と比べるとかなり動くようにはなってるなっていう感じがあるので、スケット感もそれなりにやっぱ出るんで、今回の方がまあ使える例も万能になったかなという感じがあるので、ぜひぜひまだ在庫ありますんで、皆さん気になった方使ってみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。